これは1962年の航空写真です。この頃、石川県の中橋駅から大野港駅を結んでいた北陸鉄道金岩線が存在していました。金岩線は1898年明治31年2月5日に金岩馬車鉄道が長田町駅金岩駅間の間で機関 762mm の馬車鉄道として開業しています。そして1914年大正3年8月5日に金岩電気鉄道に買収され、8月11日には長田町駅金岩駅間の機関を 1067mm にし電化しています。1920年大正9年10月22日に中橋駅を開業し、営業路線は中橋駅金岩駅間となっています。1923年大正12年8月22日には大野港駅まで延伸しています。そして1931年昭和6年8月7日に松原駅後の三千製糸前駅から東都園前駅間を開業しています。東都園は1925年大正14年から1943年昭和18年まで開業していた遊園地です。遊園地閉園後の1945年昭和20年5月22日に松原駅東都園前駅間の営業が廃止されますが、三千製糸の専用線としてその後も線路は残存しています。松原駅の駅名が三千製糸前駅に変わったのは1961年昭和36年10月15日です。時代が進み、北陸鉄道としても経営合理化の必要性が出てきます。そして交通渋滞による事故防止という石川県警察の観点などもあり、1971年昭和46年9月1日に北陸鉄道金岩線は全線が廃止されています。今回はこの北陸鉄道金岩線を飛んでみたいと思います。この辺りに中橋駅がありました。国鉄金沢駅の裏手にあり、貨物連絡船でつながっていました。この辺りに長田町駅がありました。この辺りに北町駅がありました。この辺りに藤江駅がありました。この辺りに梅田駅がありました。この辺りに地中駅がありました。この辺りに金岩駅がありました。この辺りに三千製糸前駅がありました。この辺りに無料寺駅がありました。この辺りに大野港駅がありました。北陸鉄道モハ3004を走らせてみます。
北陸鉄道金岩線廃線跡でした。